グッドモーニンググー、グッドすぎるモーニンググー、おはようございます。おはようございます。お母さんは今日も元気に5時半に起きました。カナも元気に6時半に起きました。メイは元気に7時半に起きました。みんな起きてくれないからさ、お母ちゃんせっかく早起きしてるのにさ、昨日さ遅くなっちゃったからさ、夕方から夜にかけて行こうと思っていた場所にこの後今から行こうと思ってんだけど、昨日実はねサンセットを見ようと思ってたの。だからサンライズを見たらいいんじゃないかななんて思ってたのに、じゃーん、すっかり日は昇っております。今日はねちょっと素敵なところに行ってるよ。あのこのおじゅうさん靴下脱いでんだけど、うん、いいや、うん、で今いるところはですね、昨日ジョージアを東に向かってガーって走って、なんと南にあと30分行ったらもうフロリダ。でここジョージアってそんな端っこだっけ？端っこか。そうよ、山あり海あり谷ありで、ここ海に向かって今から行きたいと思います。あ、どうぞ出発してください。そうか、ミステリーツアーだったね。じゃあちょっと失礼して。まだ見ないで、みんなまだ見ないで。今見ちゃった。そうなんだけ、ただのビーチじゃないんだよ。イエーイ、クロワッサン。今から行くビーチはジキルアイランドっていうところのビーチに行くのね。で、それはねゴールデンアイルズっていう言われてる綺麗な島が並んでるところ、そのうちの一つで、セントサイモンズアイランド、リトルセイントサイモンズと、あとシーアイランド、ジキルアイランドって4つの島が並んでんだって。そこ昔から北の方に住んでるニューヨークとかさ、オハイオとかの、あの大金持ちたちの避寒地だそうです。だから超リゾート地、避暑地じゃないよ、避寒地の、寒さを避けるための場所で、なんとあの有名なロックフェラーさんとか JP モルガンさんとかの別荘があるそうでございます。 JP モルガンということで、そこが高すぎて泊まれなかったので見学に行きたいと思います。でそのだから大きなリゾート地とその有名なビーチがある島です。ジキルアイランドクラブホテルっていうのが中にあって、島のほとんどがそのクラブホテルの敷地で、ホテル内になんと16キロ続くビーチがあって、ゴルフのコース、フルコースがあって、あとはテニスコートもあって、あと32キロのバイクトレイルもあるらしい。だから今から見学に行きます。行ってみよう。私やんないぜ。なんと島に入るのにお金を取るそうです。どんな高級な島なんじゃ。ダメですよね。ここに来ようと思っている方、10ドルかかります。わあすごい、なんか一気にやっぱリゾートっぽくなった。見て、イルミネーションやってたのここね。そうそう、あのクリスマスのやつもちゃんと調べてて、ゴルフカートに乗ってみんなでパレードするとか、なんかいろんなのがあったんだけど、超高いの、1人250とかするの。高っ、びっくりじゃない。安いね、安いね。これあれで、スパニッシュモスっていう木だよ、このデラーンってやつ。これも南国っぽいよね、すごく。テニスコートもいっぱいありますって書いてあった。わあ、かわいい。ウォーターパーク、ペパミントラーで、これミニゴルフじゃないの。ああ。おお。ちょっとじゃあ南国っぽい音楽流してみる。うん、タラララーンみたいなやつ。タラララーン。なんでハワイアンの。これハワイアンなの。うん。ね、このアイランドクラブリゾートってやつはこの左の後ろの方なんだよ。くるって回れんのかな。お、別荘か。住んでる人いるのかな。お。そうらしいよ。うん。お、来ましたよ。違う、行ってみよう。あ、ゴロンってなってるやつ。
ぎたまえ。見たぞー。おーすごい、久しぶりに海来た。 As always。 波の音が気持ちいい。ね、なんかすごくない？でね、サンセットの時に来ると本当にここ綺麗みたいなんだ。ちょっと寒いからさ、風邪ひいたら大変だ。次、うん、行きましょう。イエーイ。ちょっと寒くなかったらもうちょっと長くいたいんだけど、行きましょうか次。ちょっとこれは寒すぎる、赤ちゃんには。はい。どうでしたか？楽しかった。楽しかった。寒かったね。拾えた。あ、拾ったの？そう、ここにある。次はサベーナーに行きます。でね、サバンナといってもあのアフリカのサバンナとは違いますよ。スペリングが違いますからね。で、サベーナーは今でも貿易で栄えてんだよね。なんだけど昔から奴隷貿易の中心地だった街で、なんとアメリカ初の計画都市だそうです。計画都市って何？計画的に作られた街。ウケる、クレーンゲームじゃん。こういう人って結構クレーンゲームうまいよね、多分やってみたら。ほら、ほら止まってる。これは誰かの飛行機ですよ。そうそう、すごい仲良くしてる。これもレギュレーションすごいな。はい、それでは次に向かいます。はい、行こう。あの橋渡ります。やべえ。何これ、高所恐怖症ダメなやつ。柵が低いからでしょ。違うの？あ、どうぞ。ダメ。柵がさ、やばい、低すぎるって。あ、ドクドクしてきた。え、ちょっとやめて、自分で来たんだよこっち。やばい、これはね、うん、ダメ。ダメなの？なんで？不安定感があるってこと？うわ、鳥と同じ高さにいる。あ、ほんと、すごく綺麗ね。設置？めっちゃ綺麗。わー、すごい、なんかすごい眺め。川がまたなんか綺麗だね。どうだった、お父さん？どうだった？ちょっと驚かった。まだなんかゾワゾワしてる。ゾワゾワしてる。よかった、お父さんひっくり返らなくて。橋でした。ちょい写真撮ったんだけど、お母さん。はい、皆様、あと5分ほどで到着いたします。イエーイ。また同じ感じのブリッジが出てきた。本当だ。ちょうどいい感じに Google マップがね、あの街中を通らずに駐車場まで連れてってくれるみたいなので、まだ何も見てないよね。お楽しみに。なんか早速アート？もしかして早速アートですか？細いクラリネットっていうか、一番最初のクラリネットはこうだったみたい。トランペット全然変わってないね。クラリネットを吹いています。ウクレレってポッ、ね、だって上かっこいいよ。ライトバルブになってんじゃないの？ライトバルブじゃなくて、このギターもかっこいいじゃん。あ、そういうこと？うん、これはライトバルブの形じゃないの？ね、何？ブレッジなんか関係ある？ブレッジなんか関係ある？知らない。エレアコで有名だよ。エレクトリック
アコースティックギター、あのアコースティックにもできるし、エレクトリックにもできる。真ん中にあるやつ、右は有名な形、ブレッジ。ブレッジなんだ。これね、スピーカーなんだって。おもちゃみたいな、なんかこれスネアドラムだって。さやちゃん、ドラムあるよ。さやは上が気になりすぎてずっと上しか見えない。あの、あれ可愛いもんだって。ベアンジョーがある。ライトボルム可愛い。そっ、映ってるかな。え、ギターだけじゃないの、ドラムメーカー。これギターの右側、あれが有名、あれがビートルズ。今ビートルズそこにいたよね。ちょっと突っ込もうかどうしようか悩んだんだけど。あれかわいい。14番？うん、14番かわいい。さあ、じゃあ行きましょうか。弾くの？何すんの？弾いても開かないし、押しても開かない。開いた。このマリオットも昔はね、なんか倉庫だったそうなんです。人の顔。おピカソみたい。うん、川沿い寒そう。鼻の穴でかくなる。あ、すごい半ズボン。ここがさ、あのその素敵なお店が並んでるところ。お店には見えないですけど、この先じゃない。バンバンバンジレストラン。ここはあれでしょ、このマリオットの中のレストランじゃない。おーおー、あーおしゃれだよ。おしゃれいでよ。おしゃれ。あそこら辺入れば暖かいんじゃない。いろいろクッキングとかしてるから。これなんか素敵でしょこの通り。このプラントリバーサイドディストリクトっていうとこがちょっと新しいとこで、こっちに行くほど多分古いと思う。おお。ジャズ。I mean ジャズ。こう雰囲気のある場所だね。すごい急に人気を感じる。うん。コーヒーショップがあるよ。そう、ここのコーヒー屋さんちょっと行ってみて。何個かあってさ、行ってみたいコーヒー屋さんが。でもそんなに何杯も飲めないからどれにしようか。どれにするの。カナゾビー。ダディ、ここね、気になるコーヒー屋さん1軒目ちょっとピンとくるとこあったら言って。ん、もうピン、本当に1軒目だよ。ピンときた。あ、ねえ、ここ石畳なんじゃん。引かれるよ。はい、じゃあ行きましょう。お父さんもうピンと来たらしいので、ピンピン来ちゃったから行きましょう。ビジネスアワーズ8時から9時。 Thank you. Thank you. コーヒーいっぱい。かわいい。いる？こっち、こっち見てるよ。コーヒー買いましょうか。I want to try medium roast caffeinated as medium one. No, just like. なぜダディが頼みたかったかというと、見てください。Medium roast caffeinated. choose one hot cocos.あず、Yes please。マカソン、いろんな。だって。Alright, Toby, 27. What does that mean? フードが切れなかった。あ、そういうことね。田中だったら何にもできないよって方。よ、向こうでやってくれてるの。ないの、持ってみな。めっちゃ暑かったらほらこのスリーブもらっていって。めっちゃではないけど一個もらう。These are so cute! Chopstick with a giant. うん、かわいいもんだって。はい、あったまりながら行きましょう。Let's goコーヒーパウチだって。多分これをあのポトッと入れたらコーヒー入れられんじゃない？ペタのお母さんが。それ楽しんでます。なんか面白いお店だね。それ優しくだよ。さあ、じゃあ行きましょうか。
え、美味しいじゃん。はい、じゃあどんどん行きますよ。あー、ベテラン温度だって。あー、だからこういうデザインだ。ほら、コーヒー屋さんのマークついてるじゃん。一緒だよ。うん、なるほど。だって銃のあの形のロゴもあったもん。うん、雰囲気あるわ。オシャレイ。オシャレイ。うん。けどちょっとあのなんだっけ。このね、向こうから降りてくるこの階段がなんかいくつもいくつもあるみたいで、この昔のタイプのやつ、本当に転げ落ちそうなぐらい急な階段があって、あのデスオブステアーズって書いてあるってネットに書いてあった。石が超バンク。あの帰り上通って帰ってくるから、そのデスオブステアーズを探そう。はい、どんどん歩いてください。お、パイナップルかわいい。あ、where? あ、ライトになってるパイナップル、うん、かわいいじゃん。ピナップル。わー、なんだあれ。ウェスティサベアナコンベンションセンター。高級ホテルです。事件です、コーヒーが溢れました。新しいカップに入れてもらって、はい、スタート、ゴー。駅の店は見てない。駅様中。あのおばちゃんです、助けてくれたの。お母さんコーヒードバドバこぼしながら歩いてたから、ナプキン持って追いかけてきてくれた。メアムメアムって、お母さんメアムって言われるのにまだあんまり慣れてなくてさ、あ、私みたいな。おしゃれだね、おしゃれい。本当だ。うん。こうハンドメイドソープ、うん。うん。お母さんはハンドメイドソープ派ですよ。レゲエ。お母さんレゲエ。そのベルガモットライムいい匂いしそうね。お父さんラベンダー好きじゃない。あ、その右上もいいじゃん。ジョージアクリスマス、ピーチの匂いするんじゃないの？スイートな匂いがする。うん、思った匂いとちょっと違った。すごいピーチティーの匂いする。グリセリン、あ、違うか。この上は何？ホテルかなんか？家じゃない。家？わー、おしゃれ。おしゃれ。一つ行こうと思ってた場所通り過ぎちゃったよ。うん、まあいっか、後で行こうか。はい、どんどん進んでください。ここ行った。あれが可愛いんだけど。本当だね。オイスターバーだって。そう、シーフードが美味しいそうですよ。ランチの時間までお待ちください。このトロリーちゃんは動いてるのかな。トロリーちゃんはこれ乗ったらさーっと着くじゃん。だってあ、ここもある。ちょっと行ってみる。これほら、ヒストリックステップスユーズアットオンリスクでしょ。ここにはでもそのデスの看板がないね。デスの看板がある。あるって書いてあったんだもん。降りる方が怖い。どうでしたか。布団も無事に降りてこれましたね。めいちゃん、そのレールもほら取れちゃうかもしれないから持たない方がいいよ。はい、まだまだ続きますよ、こういう雰囲気が。リバークルーズがあるんだね、かなちゃん。この船リバークルーズだ。美味しそうだよ、なんか。でも可愛いね、なんかね。入る？入んない。だね。コーヒーまたあったよ。うん。けど一番最初にお父さんにピンときちゃったから。そう、ピンときちゃったから。さ、バナバナナあったよ。ほら。え、チームの名前もしかして。知らない。お父さん、これかわいいよね。かわいくない？何あの青い人が好き。ね。でも結構みんな利用してますね、この階段。あ、ここでも綺麗じゃん。でも前回の方がやばかった、うん、ここ綺麗だよ。今回のそんなに急じゃなかった。
つらい。ほいほいほい。さっきの面白いね。上さっきの方が急だったステップスが。下はあれだね。川からの風と日陰で寒いんだね。うん。信号が変わっちまう。はいはい。いろいろと歴史の詰まった街なんですね。これもあれかな、パルテナンを真似してんのかな。違うかな。わかんない。そこになんだか有名なクッキー屋さんがあるみたいで。クッキー。Are you done?なんでそれにはです。あここどこ、また来た、これ結構急。ここでもあれだね、対話だからいい方じゃない。うん、さっきのね、あの登ったやつ幅が違って、こういうやつとこういうやつがあった。これこっち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 。あ、クッキー、これか。うん、はい、到着。なんかこれなんて読むの。 Birds? Birds?ボーズっていうの、フェイマスクッキーズ。うわすごい、ね、見てこれ、ね、かわいいのよ、とってもトムがあのスクープを取って箱を好きなのを取って、あの自分で詰められるみたい。これもちっちゃくない？でもこっちがかわいい、うん、これアウトオブストックってなってるけどね、かわいい、うん、これよりもう一個ちっちゃいやつがあるんだな。 7.95 はこのボックスじゃん。そう、ジャーの方がかわいいよね。うん、クッキートラック、こっちにもクッキーバーがあるよ、お母さん。ん？こっちにもクッキーバー。缶もあるの？だって、お母さん、センコースがあるって。目はもうカップケーキクッキーに使いしてみたい。うん。これトライできる。トライできるのね。あ、かわいいよ。Can I try the cupcake cookie? Can I try the triple chocolate? Thank you. Thank you. Cupcake cookie.うん、トリプルチョコレート、はい、てて。お母さんも買おうかな、うん、Can I try this one? Thank you. 半分かじったけどね。おいしいやん、おいしい、うん、ここがサクサク系だ。でもね、ザクザクサクサク系だ。このカップケーキのやつをメイとカナしか食べないと思う、勝手に。でもね、やっぱりあのジャーが可愛い。うん、4.95 があったらよかったのに。このジャー可愛いんだよ。よし、じゃあ行きましょうか。さやちゃん寒かったね。ちょっと寒すぎたので、もうサバンナ街歩きは終了したいと思います。サバナ。この後ランチ投票をしてランチを食べて、ちょっとぐるっとドライブしよう。それで次のところに行きたいと思います。ぐるっとドライブしようって言った時、多分後ろの3人は寝てると思う。じゃあ今から後ろの3人ランチスポット投票行きたいと思います。0時間から1時間が怖なんだっけ、5ドル。すごい無理やり作ったよね、この駐車場。見て、違う、後ろ来ちゃってんじゃない、ミスター・ビーンじゃん。結局車が倒れる。はい、お父さんじゃん。という駐車場でした。お母さんだったら、ちょっとどいてよ、下がってよ、どいてよって言っちゃうかも。今からレールの上を乗るよ。片輪しか無理でしょ、両方いけるだよね。滑る感じすんの、やっぱこれ電気が良かったら最高だよね。ここおすすめです。落ちた。お父さん片輪走行失敗。滑るここね、ちょうどストップだって。サバンナの街中に入ってきましたよ。あ、やっぱ色合いがあれだね、かわいいね。で、お昼を食べた我々はジョージアを離れてサウスカロライナに行きたいと。全米ナンバーワンの都市チャールストンに向かいます。観光客が一番多いんだって。へー、みんな見てる、見て
後ろを合う。あれ見えるよ、超並んでるよ。ニアさん、よし、じゃあカニを食べに行こう。いえいえ、カニなの、ラブドゥジュースフレンチだね。さあ行ってみましょう。あ、シーフードパスタとかいいね。お母さんガンボも好きなんだな。クラムチャウダーもいいね。One cupcake and one fried shrimp, two seafood pastas. Fried oyster basket. Can I get the soft shell crab basket? And two seafood gumballs. That's all. Okay, I can take out menus. さあ、ガバガバ頼みましたけど、どんなものが来るでしょうか。ガンボ来ました。濃厚なんだけど、味付けが濃すぎる濃さじゃない。全然辛くない。美味しい。で、深い味がしますね。美味しいです。ガンボスープっていうのは南部の有名なスープで、そう、家で食べてるスープ、あ、ガンボと全然味が違う。ね、確かに。そう、スパーローイスだよ。オイスターは、これが何か。オイスター。Thank you。 クラブそのままだよ、めいちゃん。バター揚げみたいになってる。パスタはまだなので、パスタはまだだね。いただきます。クラブケーキス、パイタマスプレッチパイ、おいしいです。おいしいです。カニ、うん、レッツゴー。おいしい。イエー、レッツゴー。なんだこりゃ。ラスト。 Thank you。 辛いね。わー、おいしそう。シーフードパスタ、イエーイ。最後、もう食べるの。いや、もうそれ用にカメラ持ってきただけど。いいよ。はい、いただきます。餃子久しぶりです。美味しかった。イエーイ。ミステリーツアーも終盤に差し掛かってきました。これまでのところいかがでしょうか。ここが一番美味しかった。やった。でっかい岩とグラムテン、うん、おー、ストーンマウンテン in general、うん、今日はいい、ちょっといいホテル。明日もちょっといいホテル。あ、いいホテルっつうのはこの旅行の中でいいホテルね。で、アメリカ南部を巡る旅、終盤に差し掛かってきました。ジョージアを巡る旅だけど、今日からサウスカロライナに行きまーす。もうちょっと風がないといいんだけどね。なんかこう、ぶっちゃけオハイオより寒いよ、ここ。はい、元気よく行ってみよう。行ってみよう。ガーいやガーやってまいりました。それでは、ジョージア。サバンナのコスコに潜入したいと思います。なんか多分新しいね。ね、うん、ね、これ食べたい、これ食べたい。ちょっといいじゃん。チェリーがあるよ。ブラウン、イメージ好き。家にお金使いすぎて車の中に。本当にテイラーって書いてあった。ね、サムシャン。さあ、行ってみよう。